中野外務大臣政務官。今の環境大臣からお話ありましたけれども、まさにその COP3 京都で、行われた後にですね、委員もですね、環境補助長官、そして環境大臣として、マラケシュ合意などにも携われてきたというふうに伺っておりますが、やはりその長年のですね、その日本の環境に対する思いというものを、そのしっかりと今回のですね、COP17 でも誠意を持って各国に伝えていく中でですね、これは日本に限らず、今環境大臣からもお話ありましたけれども、各国がやはりこの流れを閉ざしてはいけないと、この流れを止めてはいけないという思いが最後一つにこうまとまってですね、あのような形でのコンセンサスが取れたのだと思っております。まあ、会議自体は非常に大変な会議であったというふうな私の実感でございます。北上経済産業大臣政務官。そうですね、もう2人がおっしゃった通りだと思いますが、我々経済産業省としては最後相当紛糾をしていたんで、まとまるのかなと心配しておりましたが、無事まとまったことも良かったと思いますし、我々としてはですね、日本の主張がかなり反映をされたと、例えば主要な排出国が対象になる包括的な枠組みというものをやっぱり具体的に議論を進めないといけないとか、そういった点については大きな成果を得ることができたというふうに思っております。あと、産業界ともちゃんと現地でも連携をしたこともできたし、今後その産業界としっかりですね、緩まないようにですね、この環境問題についても取り組んでいきたいというふうに思っています。川口頼子君。私も先ほどのご報告を伺いまして、かなり日本が取りたいと思ったところは結果的に取れた会合ではないかというふうに評価をさせていただいておりますが、大事なことはその、みんながいろいろ議論をする中で日本がどういう役割を果たせたかということであると私は思います。それで、外務省にお尋ねをいたしますけれども、例えばその一連交渉がいろいろあった中で交渉の流れに大きく影響を与えるような、あるいは変えるような、そういうようなそのポジティブな役割提案、そういうものを、なさったか、どういうものをなさったかお伺いをしたいと思います。これは外務省にお伺いをいたします。中野政務官。これはですね、とにかくその、事務方を中心にですね、先ほど申し上げたとおり、その誠意を持って各国にいろんな形でそのお伝えをしてきた中でですね、やはり一番大きなものはですね、まずその全ての主要国が参加をするという枠組みを作らないといけないと。その中でやはり公正で、かつですね、その実効性のある新たな枠組みをしっかりと作らないといけないという提案をいろいろな形でその会合中に行わせていただきました。で、その流れがですね、この法的文書を作成するための新しい作業部会を立ち上げるというふうな形の大きなその成果につながったんだというふうに理解をしております。川口頼子君。それは新しい枠組みを作ろうということで動くというのは非常に大事なことだったと思いますが、日本が一体どういう役割を果たしたかということに対する評価というのは、他の国が日本に対して何をどう評価をしたか、特に議長国である長がどのような評価をしているか、ということですけれども、この点について、じゃあこれは外務省の事務方からお伺いをいたしますが、こういう役割だった、こう評価されたというのはありますか。平松大臣官房地球規模課題審議官。この点につきましては、日本といたしましては先ほどからご議論がある通りですね、新しい枠組みを作るということで、特にこれを目指していた EU 諸国と一緒になりながらですね、いかなる文言が可能かということについて具体的な提案を行っておりました。特に今議論が相当混迷をしていたこともございまして、そういう中で実際こういう表現ならまともだろうということも実際のその議論の中で具体的な提案をいたしました。それが一つ大きな流れを作って最終的なその議長の提案につながったというふうに我々は思っております。そういった我々の役割に対しまして、南アフリカ議長国からはですね、常々日本に対してぜひ
いろんな異なる意見をまとまるような役割を果たしてほしいということを言われておりましたので、南アフリカ政府からは日本の交渉姿勢というのは率直であり正直であり、それから極めて一貫したものであって、こういった日本の役割が今回の合意に大きな役割を果たしたという評価をいただいております。実際のそのまとまったその文書を見てもですね、我々がそのいろんな途中で、提案をした文書あるいはその表現がかなり盛り込まれておりまして、実際上のその合意の下地を作ったという役割を果たしたということは関係者はよく分かっていただいていると私は思っております。川口頼子君。京都議定書の第2期約束期間に、参加をしないという全体の流れから見ると非常にネガティブなことを言わざるを得なかった、この結論については私もやむを得ないと思っておりますけれども、中で、どういうポジティブな役割をその会議の流れを前に推し進めるために果たしていくかということは大事なことで、今の平松審議官のお話で、多少安心を、いたした、ところでありますが、よく言えば、日本はその会議その今後の枠組みというその箱を作るにあたっての、その箱のベースといいますかね、いろんな題材をつなぎ合わせるような役割を果たしてくれたのかなと、ちょっと褒めすぎかもしれませんが、と思わないでもありません。今後もその大事な交渉があるので、皆様にはポジティブにやっていただきたいというふうに思います。そこで、大事なことはもう一つありまして、日本がその交渉で評価をされる、ということの一つの大事な要素というのは、まさに今平松審議官がおっしゃったことでありますけれども、日本がきちんとやるべきことはやる、そして、ぶれない、ということであると思います。正直であるということも大事だと思います。その中で日本が過去やるべきことをやってきた、省エネで進めてきた、それから京都議定書も今度原発の事故があって、非常に危ぶまれるところではありますが、それでもやろうとしている、ということが大事でして、今後13年以降、2013年以降我が国がどうするのかというのは、この国際社会の評価を維持できるかどうかということで、クルーシャルな英語で言ってしまいますが、役割を意味を持つというふうに思います。そこで大事なのは削減目標 25%、条件付きでありますけれども、ということですが、中国主要国の参加、等ということが、今のところ果たされていないわけですから、それで2020年まではそれが多分動かないわけですから、 25% の目標というのは、これは論理的に撤回をせざるを得ないというふうに思いますが、いかがでしょうか。大臣お願いします。細野大臣。はい、川内委員からですね、今回の会議において私どもの交渉の姿勢について非常に前向きにご評価をいただきました。ありがとうございます。今回日本はですね、確かに京都議定書の第二約束期間に入らないという意味では、いろんな確かにそれに対しては評価はあったというふうに承知をしています。その一方で、一番その新しい枠組みについて積極的な立場を取ったのも日本であったというのも、私が会議に参加をしたですね、これはもう強い私の強い自負だったわけです。であとは、EU の首相とアメリカの首相、中国の首相、途上国の首相、それぞれありましたので、それぞれと交渉しながら、できるだけ全体がコンセンサスに向かうように、間を取り持つ役は、日本としては今回はできたのではないかというふうに感じております。で、先ほど平松審議官が答弁をいたしました、日本の文言が反映されたというのは、なかなかそれぞれの主張が明確で、それが全て反映できないという国々は多かったですから、その間を取り持って具体的にこの辺であれば、落としどころになるのではないかという提案をいたしましたので、それが採用された部分があったのではないかと、そのようにも感じております。で、ご質問にお答えをいたします。日本はきちっと言ったことはやるということが重要だというのは、本当に川口委員をはじめ皆さんがですね、これまで培ってこられた信頼だというふうに思っております。そこで、そのためにまず我々がこれからですね、必死に取り組まなければならないのは、やはり第一約束期間の目標は達成すると、まずこのことではないかと思っております。
まあ、すでに2010年あたりまでについてはおおよその姿が明らかになっておりますが、2011年今年と2012年、ここをいかにしてですね、削減努力を継続をして乗り切るか、まあ、これがまず当面最も重要であるというふうに思っております。原発の事故がありましたので、環境は極めて厳しいことは認めざるを得ませんけれども、そこはですね、国民的な努力もして、その目標達成に向けて最後まで、努力を継続するということ、そして、できれば目標を達成するということに向かって努力をしていきたいというふうに思っております。で、ご質問の2013年以降でございますけれども、まあ、これについてはですね、具体的なまだ、まあ、目標というものはですね、設定をしておりませんので、これを早急にですね、しっかりと設定をしなければなりません。で、そのために、現在ですね、エネルギー環境会議を設定をいたしまして、来春にはですね、選択肢を提示をし、そして国民的な議論を経て、来夏には、その13年以降の具体的な目標について設定をするという、まあ、そういう、今、ことを目指してですね、いい検討をしているという状況でございます。で、ご質問の2020年はどうなのかということに関しては、これは2020年で前提条件付きのですね、25% という目標自体は現在も維持はしております。ただその前提条件というものが今回のことで満たされるのかどうかということについてはですね、まあ、これはこれから の交渉やですね、具体的な中身によって、まあ、さまざまな議論があり得るところだというふうに思っておりますので、それ自体について今断定的にここで申し上げることはやはりちょっと無理があるかなと、そのようにも思っております。まあ、したがってその目標も含めてですね、2020年の目標も含めて、来年のこの春から夏の議論の中で、さまざまな判断をしていくということになろうかと思います。川口依子君。25% についてはたまたま今朝の東京新聞に、温室効果ガス政府 25% 目標を見直しへ、基本法案から削除するというふうに出ておりました。まあ多分伺っても新聞記事だと言われるかもしれませんので、本当ですかというふうには質問はいたしませんが、こういう記事が出るということは火のないところに煙は立たない、こういうことも政府としてきっちり検討をしていらっしゃるということだと思いますし、またしなければ政府として政府の役割を果たしていないというふうに申し上げざるを得ません。そこで来週選択肢を提示してこれから国民的な議論をやると、おっしゃっていただいて、まあ、それはいいというふうに思いますが、この間の COP17 で決まった、ことを見てまいりましたらば、ごめんなさい、COP17 で決まったこととは別なんですが、来年の3月5日ですね、先進国は現在のプレッジの明確化、基準年とか対象の範囲とか数値等を所定の要求に沿って提出しなければならないということになっているの了解を理解をしております。ですからこれはもう今政府が議論していらっしゃることを3月5日までに決めなければ間に合わない、ということになると思いますが、この点についてはどうですか。もしあれでしたら、じゃあ局長どうぞ。鈴木地球環境局長。ご指摘のとおり、今回の COP でそのような提出の要請が出ているわけですけれども、日本としてはその時点での状況、検討状況を踏まえてどういう内容のものにするか、その時点でまた判断したいと思っておりますが、先ほど申し上げ、大臣からもお話がありましたように、今のスケジューリングは来春に選択肢を示して国民的なご議論をいただいた上で夏に出すということでございますので、その結果を踏まえて最終的に出すという方向になるのではないかと思っておりますけれども、いずれにしましても3月5日の時点でどうするかについてはこれからよく検討したいというふうに思っております。川口恵理子君。3月5日までには間に合わないというのが今局長のご答弁でありましたけれども、それであれば日本は最初に出す数字というのは 25% で出すんですか。鈴木局長。
これまでも我が国についてはこうしたスケジューリングで検討しているということは対外的にもご説明しているということでございますので、どのようなもので3月か出すかについてはそういう説明との関係も含めてその時点でよく考えたいというふうに思います。川口頼子君。